人の記憶はどこに宿るのだろう。脳のシナプスの配線パターンそのものか、眼球や指先にも記憶はあるのか、あるいは霧のように不定形で不可視な精神の塊がどこかにあって、それが記憶を宿すのか。心とか精神とか魂とか呼ばれるようなもの。OS の入ったメモリーカードみたいにそれは抜き差しできるのか。少し前にアスファルトは途切れ、俺は未舗装の山道をひたすらに自転車のペダルを漕いでいる。低い太陽が木々の間にチラチラと瞬いている。ミツハの体は絶え間なく汗を流し、前髪が額に張り付いている。俺は漕ぎながら汗と一緒に髪を拭う。ミツハの魂、それはきっと今、俺の体の中にいるはずだ。俺の心がここに、ミツハの体の中にあるのだから。でも、と、さっきから俺は思っている。俺たちは今も一緒にいる。ミツハは、少なくともミツハの心のかけらは今もここにある。例えば、ミツハの指先は制服の形を覚えている。俺が制服を着るとき、ファスナーの長さも襟の硬さも俺は自然に知っている。例えば、ミツハの目は、友達を見るとほっとする。嬉しくなる。ミツハが誰が好きで誰が苦手か聞かなくても俺にはわかる。ばあちゃんを目にすると俺が知らないはずの思い出までがフォーカスの壊れた映写機みたいにぼんやりと頭に浮かぶ。体と記憶と感情は分かちがたく結びついている。タキ君。ミツハの声が体の内側からさっきから聞こえている。タキ君、タキ君。泣き出しそうに切実な声だ。遠い星の瞬きのような寂しげに震える声。ぼやけていたフォーカスが結ばれていく。タキ君とミツハが呼んでいる。覚えてない？あの日のミツハの記憶を、そして俺は思い出す。